ちょっともやっとした自分の結婚式。花嫁ドリーム持続中だったら、叩いて目を覚ましてほしい。結婚式、披露宴はちょっとしたハプニング。事前にアレルギーがあると、伝えた食材を出されたはあったものの、無事に終了。その後、式場への支払いのため、ご祝儀を開封。自分、新婦が、新婦側、夫、新郎が新郎側を開封していた。その時、たまたま義両親が同席する形になった。ご祝儀袋の種類の豊富さに驚いたり、義両親の結婚式の話を聞いたり、和気あいあいとしていたのだが、私の方の招待客が一人、ご祝儀袋に1万円札を裸でくしゃくしゃに入れていた。それに気づいた瞬間、室内がものすごく気まずい雰囲気に。義両親が止める間もなく、ご祝儀袋に書かれた名前を確認し、私の後輩と分かると、まだ若いからと言葉を濁す。額は、気にしない、来てもらえるだけで嬉しかったけど、せめて、後輩は今にも破れそうなお札は避けてほしかった。